こんにちは。今日は Amazon マーケットプレイス ID の確認方法です。Amazon に質問したときにマーケットプレイス ID が必要になる場合があります。Amazon マーケットプレイス ID の簡単な確認方法です。まず、自分の出品物を出します。で、自分のショップ名をクリック。そうするとショップ名の上のところにこういうね URL が出てきまして、このセラーイコールの後、ね、and is の手前まで、この部分ですね。ADEK で KH まで。これがマーケットプレイス ID になります。まあ、Amazon に質問した際、マーケットプレイス ID を、教えてくださいと、ね、いうのが来ましたんで、その質問の際に、お答えした方法を、まあ、動画でシェアします。Amazon サポーター、堀秀夫でした。